の IB 異文化動画シリーズへようこそ。本日のテーマは韓国人と商談する時の注意点です。私は日本と韓国両国で事業を展開しておりますが、韓国で商談をする時、日本の常識が通用しません。韓国人と初めて会う時には礼儀正しい印象がまず強いです。その上話が早いし、やはりしっかりしてます。いいね、一緒に仕事を進めたいという気持ちになります。でもその後で話がガラッと変わって、合意したことがどこかに飛んでしまって、自分が裏切られたと解釈するしかないかもしれません。日本の本屋に行っても韓国についての本が多くありますか？やはり、韓国人信頼しましょうよ、韓国人大丈夫だという出身の本がそう多くはないでしょう。そう考えると韓国人って嘘つきっていうのは違いますよ、絶対にそういうことありませんと否定することが簡単ではないかもしれません。韓国人を弁護するつもりは全くございませんが、ただ異文化コミュニケーションの観点から、人々は真実をどうやって表現するか、それを詳しく見ていきたいと思います。大雑把に言ってしまえば3つのパターンがあると思います。まずは本当のこと、真実をありのまま表現するパターンです。例えば可能性はここだったらここまで話すというパターンです。これはおそらくドイツあるいはヨーロッパの北の方の国には当てはまる特徴です。次はありのままのこと、本当のことをそのように表現することをしないで、ちょっと低めに話す、つまり引き算をする、そういう文化もあります。日本はその代表例でしょう。例えば自分がもう普通に英語を話せて自信があったとしても、自分は英語できます、任せてください、 No problem という日本人があまりいないと思います。やはり謙遜します。それは日本人の普通のコミュニケーションスタイルですね。80の可能性があれば80を言うよりはちょっと低めに60ぐらいで話します。そして日本の謙遜と正反対に、物事を大げさに表現する文化があります。例えばアメリカ、中国か韓国はそれに当てはまると思います。つまり相手を騙すために物事を大きく言うというよりは、可能性を強調したい、感情的に話したい、そういう理由があると思います。韓国人のコミュニケーションスタイルを分析してみると、真っ先に目に飛び込むのは彼らの感情的な話し方です。感情表現が非常に多くて熱いんですね。情があります。話が熱くなると当然もう冷静にありのままで話すよりは大きく話す傾向になります。例えば何かを提案するときには、韓国人は現実的なことを考えてその可能性をそのまま言うよりはやはり大場にします。つまり彼らは全てのことが理想的に展開して何の問題もなく全てが成功になる、その絵を描きます。つまり理想論ですね。完璧に成功した姿を想像しながら話すわけですから盛り上がりやすいんです。そしたら自分の言葉にさらに寄ってしまい、自分の言ってることの素晴らしさにさらに自分が感動する、より大きな、より素敵な話が次々と口から出てきます。また韓国人は自分のメンズ、自分のプライドを気にしてますので、弱点があったり問題点があったりするとそれを隠します。あまり気にしません。ですので韓国人は相手を騙す意思が働くということよりは、単純に完璧な姿、そっちの方に盛り上がって話がどん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 大きくなる、そして結果的に口が暴走してしまいます。異文化コミュニケーションの基本は文化的価値観、あるいはコミュニケーションスタイルの特徴、それを理解するのはいいんですけど、理解した後それを評価する、つまりこれは素晴らしい、あるいはこれはダメだ、
そういう評価には意味が全くありません。なぜかというと、その現状、その向こうの特徴、そのやり方を変えることができないからです。付き合うしかありません。つまり韓国人はダメだ、韓国人はいいな、悪いなと価値判断することではなく、韓国人とお仕事するとき、韓国人と商談するときには自分がどうしたらいいか、向こうの価値観、向こうの特徴を踏まえて自分の戦略を練ればいいです。言い換えれば危機管理が必要です。韓国人が物事を大きく話す、その特徴が分かれば彼らの言動をそのまま解釈するのをまずやめましょう。引き算をします。韓国人が可能性は100だって言ったら、多分おそらく本当のことは50か60、かなり引き算します。その方が安全でしょう。そして交渉をして何かを決めた時には、すぐその決めたことを行動に移さないでおきましょう。少し時間を与えましょう。1日2日場合によっては1週間ですが、要するに彼らがもしかしたら盛り上がりすぎて、ちょっとやっぱり時間が経つとまた冷静になって、やっぱりそれはできません、もう条件を変える、結論を変える、意見を変える、その可能性が十分にあるので、韓国人の相手の意見、約束したことが確定するまで、まずは何もしない方が安全です。そして自分が喋るときは謙遜しない方がいいんです。足し算引き算の問題です。韓国人は当たり前のようにものを大きく言うわけです。つまり彼らは周りの人間全てそうするから、それはもう普通のことだと、そういうふうに理解しているわけです。なので日本人の方が喋る時も、韓国人はやはりそれが大げさだってどこかで解釈して、その言い分からいくつかのパーセンテージを引くわけです。なので本当のことは、例えばじゃあ80だったら謙遜して60のレベルで話してしまったら、韓国人がそれを聞いて、その60をさらに40まで落とす、さらに低く理解する可能性が高いです。ですので一番いいやり方はおそらく韓国人に合わせてみる、ちょっと大きめに物を話す、それが心的に難しければ少なくとも謙遜しないで、もうありのままで、80なら80で話しましょう。謙遜はやめましょう。韓国人と商談する時のちょっといいことが一つあります。彼らが盛り上がりすぎるわけ、興奮しすぎる、そのせいで彼らがもう口だけに全てが集中します。つまり彼らはあまり記録を取ったりメモを取ったりはしないんですよ。そこを使いましょう。商談の時に話が大きくなったとしても、相手の言っていることを全て記録してください。録音できれば一番いいんですけど、少なくても議事録をきちんとつけて、特に相手が約束したことすぐ記録してください。合意したことをできればその日に契約にします。契約がいろんな理由でできなければ、 MOU Memorandum of Understanding というものがありますか、それをぜひ使ってください。 MOU とほぼ同じ意味で Letter of Intent というものもありますか、それもぜひ使ってください。これはもう契約に近い形の意思表示ですか、やはり相手の言っていることを正式な文章にして、判断をしてもらう、サインをしてもらう、そうしたら後で意見が変わる場合は対処しやすくなります。そのための危機管理ですね。ぜひ記録、 MOU、 あるいは Letter of Intent、 正式な文章、正式な記録で自分を守ってください。 OK! Thanks for watching! 今日は韓国人との商談に関する注意点を簡単に説明いたしましたが、いかがでしょうか。確かに韓国人のこういう話を聞くと
ちょっと嫌な印象を受けるでしょう。韓国人でダメじゃないですか。嫌ですね。気持ちはわかります。ただコミュニケーションスタイルが違う、価値観が違う、そういうことだけです。ちょっとだけ視点を変えてしまえば、日本人の建前、あるいは日本人の謙遜も、私から見ると、私ドイツ人ですね、ドイツ人から見るとこれもやはり嘘になります。ここまでできるのに、いやいや僕は全然できませんって謙遜しておいて、その後でバリバリ出ると、やはりああ素晴らしいですねという評価になりません。むしろ、あ、嘘ついたんですね、信頼できません。ですので自分の行動、自分の言動は自分の文化においては正しい。ただ海外に行けば違う基準があるわけですから、問題になる可能性もあります。でもいい悪い、素敵、汚い、やだ、そういう判断、そういう価値判断はそもそも意味が全くないので、どうしたら対処できるか、そういう文化に行くときに、そういう文化の人と商談をするときに、仕事をするときには、自分のビジネスのためにどうしたらいいか、その戦略と危機管理は何よりも重要ですので、そこはしっかりと考えて、実践のみです。そういう意味ではぜひ今日の内容を忘れないで、韓国で商談があるときには思い出して使ってみてください。では See you next time. Bye bye.